とどめだ。ザンバそんな攻撃、このバルトスには通用しないのさ。よし、行くぜ。こっちからも攻撃すんぞ。より実戦に近い方が訓練も身が入るだろう。ああ、いいぜ。そんな攻撃、このバルトスには通用しないのさ。バルトスの力、見せてやるぜ。トラスタージャベリン。よし、やったぞ。ダメだダメだ、こんな泥臭い動きや実戦じゃ何の役にも立たねえぜ。よし、もう一度行くぜ。今度は遠距離からのヒット&アウェイを仕掛けてくる敵に対する攻撃だ。投擲武器タキオンブローを使え。了解。そんな攻撃、このバルトスには通用しないのさ。行くぞ、タキオンブロー。そんな攻撃、このバルトスには通用しないのさ。おいおい、やる気あんのかよ。行くぞ、タキオンブロー。そんな攻撃、このバルトスには通用しないのさ。回避成功。行くぞ、ブローシュー。どうだ、やったぞ。まあいい線いってたな。だがまだ使いこなせてるとは言えねえぞ。分かった。もう一度頼む。うん、そのいいな。じゃあ第3ラウンド、行くぞ。お。よし、今度は複数の敵を相手にしての実戦シミュレーションだ。ドリルユニットを変化させたスピンディフェンサーでシールド防御をしつつ、全部の MVA システムを使って戦え。いいな。了解。これでも食われ、トラスタージャベリン。そんな攻撃、このバルトスには通用しないのさ。そんな攻撃、このバルトスには通用しないのさ。
全部倒したぞ。まあ完璧というにはほど遠いが、すき焼き場じゃこんなもんだろうな。なんとか勘をつかんだよ。みんなあんたのおかげだ。本当にそうだったらありがてえな。もうバルトスをボロボロにされることもねえだろう。もう無様なやられ方だけは絶対にしないって約束するぜ。ふん、まあせいぜい頑張れや。ありがとう、里中チーフ。おっとっと、お前のおかげで確実にバルトスのロールアウトが2時間は遅れたぞ。もう煩わせんじゃねえぞ。本当にありがとう、感謝するよ、里中チーフ。研究所に配備される新たな力、プリンセス機関 V シャークの登場は教授たちの心を奮い立たせた。だが輸送中の V シャークに WF 四天王、海将王、ケルビン・ロークの魔士が迫る。マリアナ海峡深度 8000m の深海に急げガンマー号。次回、深淵の狭間で。ヘイが死んだ、バルトスも動かなくなっちまうんだぞ。それでもいいのか。やあやあ、がなってても事態が改善するわけじゃねえだろう。1分1秒でも早く敵を殲滅する、それしかない。